大仏焼き討ち、将軍暗殺、極めつけには爆死。松永久秀は本当に恐竜だったのか。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、松永久秀について紹介していこうと思います。戦国時代って実は織田信長、豊臣秀吉が出てくる前くらいの方が断然面白いと思うんです。悪の強い奴らがたくさんいるんですよね。その中でも強烈に目立っているのが松永久秀。その所業は伝説級です。東大寺大仏殿を焼いちゃったり、将軍を暗殺しちゃったり、信長を二度も裏切った挙句に爆死したり、これって本当なのでしょうか。生まれも育ちも分かりません。松永久秀は永正5年1508年生まれとも、永正7年1510年生まれとも伝わっています。出身地もはっきりせず、さまざまな説があるため、おそらく身分は高くなかったのでしょうね。しかしそんな境遇にあっても、久秀は自分の力で出世の糸口をつかみます。天文2年1533年頃から、後に室町幕府を牛耳る存在となる三好長慶の右筆として仕えるようになったようです。右筆とは秘書役のようなもので、主の文章の代筆を務めましたが、やがて事務を取り仕切る役目も担いました。それなりの教養を身につけていなければ、こんな役は務められなかったはず。しかし久秀がそんな教養をどこで身につけたのかは謎です。しかも和歌や能楽、茶の湯にまで精通していたというんですから、さらに謎が深まります。しかしわからないのがまたミステリアスですよね。頭がいいだけでなく、久秀は交渉役としても優れていたようです。三好長慶が将軍を追放し、事実上の三好政権を樹立すると、久秀は公家、寺社と三好家の仲介役を務めました。公家とのやり取りができるということは、作法にも通じてないと無理でしょうし、もちろんコミュ力も相当のものだったんでしょう。一体あなたは何者ですか?と問いたくなります。しかもこの時、後の信長を苦しめた本願寺からも贈り物をもらったりしていて、ちょっと普通の人間じゃないことがわかりますね。三好家の一切を任される存在に。天文21年1552年になると、久秀は三好家のことすべてを取り仕切る家裁となります。彼は長吉の娘を妻にしており、長吉と同居しているほどでしたから、三好家の中で彼の存在というものは無視できないものになっていたんです。これまでは事務方や調整役としての面が大きかった久秀ですが、長吉が実権を掌握した頃からは武将として活躍するようにもなっていきます。一体いつ偉人を果たしたのかも不明ですが、彼が武将としての才能もあったことは事実。知れば知るほど不思議な男ですね。そして彼はついに幕政にまで食い込んでいきます。長吉はほぼ傀儡として足利義輝を将軍に据えていましたが、久秀は義輝からも直臣扱いをされるようになったんですよ。お供衆として将軍のそばに仕えることを許されたんです。配膳とかもできちゃうお役目ですから、信頼も絶大だったわけです。長吉にせよ義輝にせよ、久秀は権力者の心をつかむ術に長けていたんでしょうね。一体どこでそれを培ってきたのか、本当に謎なんですよね。こうして久秀は三好家と将軍の仲介役としての地位を固めていったんです。またこの頃、彼は終生の居城となる死に三条を得ています。実は彼、織田信長の安土城よりも前に天守閣を作った人物なんだそうですよ。諸説あり。そもそも天守の起源は不明なんですが、他にあまり例のないことをやってのけたわけですから、久秀は進歩的な考えの持ち主だったと考えてもいいでしょう。やっぱり謎多き人物です。
主の死によりさらに権力強化。三好家の家裁として、将軍の側近として、久秀はどちらにおいても重鎮となっていました。しかし、三好家には次々と不幸が襲いかかります。長吉の弟である曽郷一政と三好実久、嫡男の義興らが次々と亡くなってしまったんです。特に戦場では頼もしい存在だった弟たちの死は政権自体にとっても大打撃でした。その上嫡男まで失ってしまっては長吉がショックを受けるのも仕方のないことだったんです。しかしショックを受けただけではなく、長吉はこれ以降どんどんやる気を失っていってしまったんです。そして永禄7年1564年、失意のうちに長吉は病没してしまいました。久秀がお供衆となってから5年経つか経たないかの頃でした。急遽長吉の甥の義次が後を継ぐことになり、久秀は三好一族で重臣の三好三人衆と共に三好政権を支えていくこととなったんです。将軍を暗殺？永禄の変。三好長吉がいなくなったので将軍足利義輝は今度こそ自分の思い通りに政権運営をしようと動き始めます。しかしこれは三好政権にとってみれば邪魔そのもの。そこで三好義継と三人衆久秀の息子久通はなんと将軍暗殺を決行してしまったんです。これが永禄の変です。この事件により久秀は後世将軍を暗殺した男として語られるようになりますが、彼は実行犯ではありませんでした。この変の際、彼は別のところにいたことが分かっています。しかし、事件後に彼が三人衆らを同行した形跡も見られず、息子も暗殺劇に加わっていることから黙認したのではと言われていますね。もしかすると影の首謀者なんて勘ぐってしまいます。しかし変の後に久秀は三人衆と対立し内乱に発展します。一時は苦戦し身を隠すほど追い込まれましたが、やがて三人衆と決別した三好家当主義継が久秀を頼ってきたため彼を奉じて復帰したんです。こういうところまだ久秀が三好本家に対して忠実だったと考えられますよね。主家乗っ取りとよく言われますが、義継がそんなに出来のいい人物ではなかったために久秀が舵取りをしていたんじゃないかと思いますよ。大仏焼いちゃった？東大寺大仏殿の戦い。永禄10年1567年、久秀は義継と組み三好三人衆と対決します。戦場となったのはなんと東大寺だったんです。そのため東大寺大仏殿の戦いと呼ばれています。この戦いの際大仏殿が燃えてしまったんですよ。大仏の首まで落ちるという悲惨な火事でしたが、これが久秀の仕業だとする説が後世になって作られてしまったんです。もともと久秀は故意に大仏殿を焼いてしまったわけではなく、奇襲をかけた際に燃えてしまったんだそうですよ。また失火説やキリシタン放火説などもあり、原因ははっきりしていないんです。この戦いで久秀は一応の勝利を収めますが、三人衆が完全に退いたわけではありませんでした。そこで久秀は新たな同盟相手を見つけます。それが尾張を統一し勢いに乗った新進気鋭の戦国大名織田信長だったんですよ。織田信長に心中、そして反逆。信長が足利義昭を報じて上洛すると、久秀はすぐさま彼に降伏し心中を誓います。この時彼は茶の湯に使う名器つくも神なすを信長に献上し気に入られました。信長茶の湯大好きですし、変わった人好きですからね。やっぱりこういうところ取り入るのがうまいんですよ。しかし久秀の最後にも茶器は関わってくることになるんです。それについてはまた後で。こうして信長の臣下となった久秀はしばらくは信長に忠実な部下として数々の戦いに参加します。
信長は勢いのままに三好三人衆を蹴散らしますが、ここで和睦をまとめ上げたのはやはり久秀でした。ただやっぱりじっとしていられないところもあったようで、そこがきっと共有と呼ばれるゆえんなのでしょうが、やがて久秀は不穏な動きを見せ始めます。こそっと武田信玄と連絡を取り合ったりして、信玄が対信長のため甲斐から進撃を開始すると、途端に信長に反逆したんです。しかも敵だった三好三人衆も一緒に。ところが肝心の信玄が進軍中に亡くなってしまったため、さすがの久秀の当ても外れてしまいました。そして信長に追い詰められ、ついには降伏する羽目となったんです。ところが信長は久秀を許しました。普段の信長なら絶対殺してますよね。しかしそうしなかったのは、久秀自身に魅力があったのか、それともまだ利用価値があると思ったのか、自分なら久秀を飼いならせると思ったんでしょうかね。二度信長に反抗した男の最後は爆死？信長の元に戻った久秀ですが、待遇は以前よりも落ちるものでした。彼が支配していた大和、奈良県の支配権は信長の部下に移り、彼自身は一領主に過ぎない存在となってしまったんです。しかもその後に大和を支配したのが、彼にとっては宿敵ともいえる筒井純慶だったんですから、余計に面白くなかったようです。となるとやっぱり反逆の目が頭をもたげてくるわけですよ。天正5年1577年、信長の石山本願寺攻めに加わっていた久秀ですが、突如戦線を離脱し、砦を焼き払うと死に山城に立てこもってしまったんです。しかしあまりにも突然すぎて、信長は訳が分からなかったようですよ。あの信長が使者を派遣して、なんで立てこもっちゃったの？と尋ねるほどでしたから。しかも、なんか問題あるなら言ってよ、そしたら対応するし、とまで言っているんです。二度も裏切っているのに、このやたら丁寧な対応、信長らしくありませんよね。そんなに久秀を気に入っていたんでしょうか。そんな信長に対し、久秀はひたすら拒絶の姿勢を貫き、使者には会おうともしなかったんです。さすがに信長も堪忍袋の尾が切れたか、4万の兵を派遣し、死に三条を包囲したのでした。対する久秀の率いる兵は8000ほどでしたが、死に三条自体がかなり固い城だったので、そう簡単には落ちません。このままでは戦線が膠着してしまうと踏んだ信長は、またも下手に出ました。使者を派遣し、久秀が持っている名茶器古天明平雲を差し出したら許してやると言ったそうなんですよ。どこまで甘いんですか、信長。ただ久秀はこれを受け入れませんでした。我々の首と平雲は信長公のお目にはかけぬぞ、と言い放つと、平雲を叩き割り、天守に火を放って自害したんです。68歳でした。この最後に尾ひれがつき、後世になると平雲に火薬を仕込んで点火し自爆したという話になっちゃったわけです。まあ久秀なら自爆しそうだと後世の人々も思っていたということでしょうね。作られた共有のイメージ。久秀のイメージはいわゆる共有というものですが、こうして彼の生涯を見てくると、それは後世によって与えられたものという部分が大きいことがわかると思います。三好家を乗っ取ったように言われてもいますが、実際は長吉の後を継いだ義継に頼られると協力していますし、義継が戦死するまで行動を共にしています。また曽郷一政や三好義興の死に一枚噛んでおり、実は久秀が暗殺したのではないかとも言われていますが、これも根拠ははっきりしておらず、後世のイメージから罪をなすりつけられたような感がありますね。まあかなり変わった人だったことは間違いありませんが、どこの馬の骨とも知れない身分から公家や将軍とも対等に渡り合う教養を身につけて立身出世を果たした彼の努力と才能はすごいものでした。確かにこんなに悪の強い人材を使えるのは、当時なら信長くらいしかいなかったんでしょうね。
その信長が無理となればもう久秀に行き場はなかったのかもしれません。まとめ1、出自不詳ながらも一流の教養を身につけていた。2、権力者三好長慶と将軍足利義輝から信頼を受ける。3、長慶の死後は三好家を支えた。4、将軍暗殺については実行犯ではなかった。5、東大寺の大仏には故意に放火したわけではない。6、織田信長に心中するがやがて反逆。7、許されたのに再び信長に反抗し自害した。8、共有のイメージは創作によるところが大きいようだ。何を考えているかわからない不気味なイメージがついて回る久秀ですが、それが人気の理由でもあるのかもしれません。ただ実際はそこまで腹黒い男でもなかったような気がします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。